お盆休みから帰ってきて、サーモンの現場に、また新しい現場に行けると思って、気分ワクワクして入っていったら、なんと、私のシフトが入ってなかったっていう悲しみね。こんな時は、ガチに逃げればいいさ。逃げてはないんだけどね。いや、割とガチめにやるわけなんだが。何気に動画でガチマッチを録画するのは初めてですかね。まあ、ガチマッチゆえ、あんまり喋ることはないかもしれませんが、そこはご了承ください。それぐらい必死になると思うんでね。さあ、やりますか。射程は割と短め。デュアルがいるから、割とせ、あ、デュアルは割と接近戦をやる方かな。とりあえず、ちょっとここから、プライムさんを遠距離の効率悪いんで、その辺気をつけましょうか。一応メインでつけてるんですけど、すぐになくなっちゃうんだよね。そろそろ回り込んでくるか？あ、でもこれ、渡しちゃった方がいいな。で、防衛に回りましょう。どうせ登ってくるでしょう。一人無理やり行こうとしてる。あ、でもこっち登ってくるやついる。あ、登ってくるな。よし、落ちてくれた。で、味方が一人、ガチ方向持ってくれたんで、どんどんシングルルートを確保しようかと思ったけど、裏取り行くか。バレたの。もろバレたぜ。余計なことすんじゃなかったかもしんない。しない、来てよかったかもしんないな。よし、止めてくれた。うっそ、必戦。必戦の裏取り性能は完璧やね。で、多分必戦の怖いところは、有利になるとね、自陣を塗り始めて、バリアを貯めてくるところなんで、その辺気をつけましょうか。有利になっても、まあ、どっちにしろゲージは貯めてくると思うから、登ってきてるな。あー、失っていい。どうする？敵を排除しに行くか。敵の正確な位置がわからないから、深追いは禁物。ここは防衛に徹しましょう。届くか？届かない。雨降らしで妨害。あれーす。ただ登ってこれないはず。あー、突破されちゃった。今、こちらは一人、前線で一人やられて、こっち来るか？あ、上登ろうとしてんな。これまずいぞ。よし、横持ちを防いだ。これ破裂しときましょうか。倒せ、倒しきれない。さあ、目の前に必戦がいるから、深追いはできないと思ったけど、思いっきりやられちゃってるじゃねえか、この野郎。あー、しかもあの人がここを落としてる。あー、あそこから下に降りるルートはまずかったか。いや、やっちまったな。さあ、止めてくれるか。必戦だぞ、相手は。まあ、必戦は使えないわけなんだが。よし。嘘だろ！あー、俺のさっきの行動はちょっとあだとなったね。しかも、味方一人は思いっきり進軍するルートを作ってくれてるけど、結果的にこう押さえ込まれてるから特に意味はないっていうね。よし、雨降らしてちょっと邪魔してやろう。よし、あとはどうやって方向を運ぶか。一人やってくれたね。じゃあちょっと逃げていこう、逃げていこう。ちょっと、自分陣地に矛があるっていう状況はまずい。お、道を作ってくれたらありがたいっす。うー、この道作ろう。この道使う。オッケー、よし、よし、いけ、そのままいけ。あー、間に合った。そ、まあまあ結構運べたよ。残り2カウントだから防衛でも十分戦える。あと残り1分だからギリギリ防衛で戦えばいいけど、まあ守りの姿勢
ずっと守りの姿勢でいくのはさすがに難しいんで、どんどん攻めに行く姿勢でいきましょうか。必戦が怖いな、そこにいるな。 OK、 しかもバリア張ってる、上から行ってる、まずい。そのルート使ってんじゃねえよー。あースライドはやめて、スライド苦手なんです。あー一気に運ばれちゃったやらかしたね。あー今だったらどうしよう、思いっきりスタート地点に戻ってそこから矛持ちをぶっ潰した方が良かったか。なんとも言えない悔しさがあるな。正直ね、まだガチ始めたばっかだからそこまでランク上げてないわけなんですけど、まあ頑張りましょう。さあリベンジを果たさせていただきます。8人の、推定ガチホコパワーは1440。これは波かちょっと下あたりか、まあ割と気楽にできそうな感じか。とりあえず前線に行きます。いきなり突っ込んでくるね、ちょっと。あこういう事故死が嫌だな、タチウオは。事故死すんなって話ですけどね。さあ、登ってくるか。誰も取ろうとしない。おっと、ラピッドブラスターエリート。さあ、おっと。ちょっと割ります。あ、ブラスターがいるな。あ、戦ってる間にちょっと割ってやろう。これ爆発を繰り返すだけでもジジに。ちょっと待て。待て待て。1カウントでも進めるぞ。まあ、そんなもんさ。結果的に結構仕込めたからよかったんじゃない。さあ、味方3人が防衛に入ってくれるか。さあ、ガチホコ奪われている。おっと上から登ってくるか、そっちから来るか。おっしゃしゃしゃし、枯れさせよ。どっから来る、ちょっと交戦してよ。お倒したけどやられたし、降りてきたか。ナイス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 。前線に敵が2人いるか。でもなんか今回割と矛の方に行かないね、みんなチリチリに動いてる感じがあるから。まあまだルールを理解しない人が多いんでしょうね。ああそっちに行く、そっちに行っちゃいます、こっち来るのかと思った。上から行くか、そっちから行くか。ああクソエイム力クソエイム、ここで発動してんじゃねえよこの野郎。あー一気に登られてる。あーもうこれダメじゃね、もう守る人俺以外にもう一人しかいないし。あーなんとか防いでくれた。これねルート当たらん。あー外してばっか離れて、ナイスナイスナイス。今のは離れとくべきでしたね飛んでくる味方、飛んでくる敵にちょっと注目を浴びてしまったね、浴びてしまったっていうか意識を向けすぎてしまったね。とりあえずカモンを押していきます。接近、あそこまで来ないでしょ。さあそっちから来るか。ああプライムだとこんな感じ嫌だな。一気に来てる。これは飛ぶべきか。でもガチ起こしになってるからやめとこうか。待ってここに誰かいない、誰もいない、奪われている、なされ当然だ。さあ上がっている。なあ本当やめてそういうの、あかん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 、このプライムポンコツやくっそ。残り1分、
カウントを残り40以下まで進めれば、なんとか勝機がある。守りきれば。ここ、どこに持ってる？あそこ？防いでいる。ここはこっちから行くか。でも上から来そうでやるな。とりあえずカモンをして味方を呼びます。カウントリードした。誰もこのルートを通ってくれなかった。邪魔してやろう。よし、一人足した。もう一人か。カモンカモンにどんどん行くぜ。上からの、いや上からの防衛に気をつけろ。ナイス。うん、お前なんかあんま働いてなくね。俺なんも働いてね。まあ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 、序盤はちょっと危なかったけど、後半になってだいぶ連携が取れましたね。ラピッドブラスターなんか怖いな。火力はないけど、あれだよね、あのなんか精神的嫌がらせができるよね。なんかあのジェットみたいにさ。ガンガゼ野外音楽堂。1580。うん、あってる、あってる。さてさて、今度はスピナーがいるな。どういう動きをしてくるか。死因体、まあ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 。別にいいです。別にいいです。初めてスプラトゥーンをやる人も多いでしょうしね。あー、ここからじゃ届かないか、プライム。あー、でもこれは、やられ、終わらせて、防衛に回りましょう。誰も拾いに行こうとしないな。落ちた落ちた。必戦は倒したいな。あーダメか。こっち、うわー、こっちに注目浴びたか。こっちにヘイトを傾けてきやがったか。ナイス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 。さあ何打ちまくってたら誰だって気づくよな。さあ前線で一人味方が焼いている。どっかに敵がいそうで怖い。さあ奪われている。あいつを仕留められなかった。このポンコツがやべえぞ。一気に持ってかれたぞ。防いだ防いだ。さあマップを見ている余裕がありますかね。ちょっと今余裕ないんですけど。上から、え、そっちから行くの。そっちから行くの。よし、ここ持ち防いだ。あとは多分バケツ来るからそいつを援護。多分あれですね。うわお、やべえ。さっきのバケツの人は、奪われたことに気づかなくてそのまま行っちゃったパターンですね。よくあることを。さあ。気をつけて。さあ、防衛防衛。そこはね、欲張りすぎ。オッケー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 。邪魔してやる。あー、ウフラツの装置投げずに死んでもうたー。ナイス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 。防いだ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 。あと3分だったらまだ逆転できるよ。ちょっと防衛防衛。ちょっとあれ積極的に取りすぎ。もうちょっと警戒しないと。必戦登ってくるぞ。オッケー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 。登ってくるか、これ。後ろか。くっそ。とりあえず投げときます。さあとにかく矛にみんな集中してる感じあるんで、私はどうすればいいかな。敵が来たら防衛するっていう感じで、足止めするっていう感じで。あっぶねえ、死ぬかと思った。さあカウントリード、ここは油断できない。こっちから行きましょう。ナイス。ふぅ。なんか知らんけど上の方で味方がうまいこと運べたようですな。まあ結果的に連携が取れたからということで。お前何も活躍してなくね。ただまあ無難にキル取れた感じが、まあまあいいでしょう。
実際ホコのなんだろう必勝パターンっていうのかよどうかよくわかんないけど、まあいいや、この話はいい。実際なんだろうな、ワンの時でもねそこまでなんだろうガチマッチ潜ってないから、ランクは A が最大、 A が大体俺の限界ぐらいかな。まあその程度ですよ。その程度の実力のやつがここに来てるわけなんですけど、まあまあ頑張って2の方で3つのルールで S プラス行きたいな。まあそうなるようになんとか頑張ってみせます。どんなルールでどんなステージでも攻略できるように。さあ2人やられてるな、ちょっと突っ込みすぎたのか、取り気配ないからこの辺のとこ。奪われてる、あーくそ、なんとか足止めで、そこの高台にやつの邪魔をしておく、いるな、オッケーオッケーオッケー、さあ取りましょうか、スペシャル使います。うわスクリックリンがそこに嫌がる、よし壁塗って、ここは確かそこの段差の上にはいけないから、あーナイスナイス、いきます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 、無理でした。お許しください、余計なことしたな。さあ多分ねさっきのさっき敵が一人やられたからまだ時間かかると思う、もう終わったな。さあこっちから来るか、よし防いだ、そこにもいるぞ気をつけろ、と思ったらあれ進軍するルート作ってんな。当たれ、当たった、よしよしよし、こういう段差があるとねどうしてもエイムが合ってもなかなか倒してくれないんだよね、てかなかなか弾が当たってくれないんだよね、それが困ったもんだね。この辺に塗ろうか、進軍するルートは多く確保する、それだけで。オッケーオッケーオッケー、必戦いなかったよ、うわーいた。必戦じゃないけど。スクイックリンか、確かチャージ完了までの速度が速くなったんでしたっけ、アップデートで。さあカウントリード防いでいる、しっかりと防いでいますね。あー逃げられた、まあよし倒した、もう一人も排除する、ナイスナイス、ここはね分散していこう、思いっきり死んでんじゃねえかよ。ホコ持ちの人むやみに攻めるより味方が来るまで待っといた方がいいっていう場合もありますけどね、その辺の見極めはやっぱホコは大事かな。さあ奪っている、カウントリード、あこれやられるパターンよ、おいそこにいたんかい。見事な落下でしたな。さあカウント、さっきの人が14まで進めてくれた、ここはまあ防衛でしょうね、こっち3人もやられてますし、どっから来る、まだそこにタムロしてるな、バレてる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 、あー畜生、登りたかったぜ。ナイス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 、なんかちょっと怪しかったなあの人のエイム。俺も十分怪しい方だけどな。さあ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 、よし顔いすぎは良くないですぜ、一人でちょっと割ろう、オッケー、あーこれ逃げよう、よし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 、お登れる道を作ってくれた、ただもうそろそろ敵が復活する頃合いだから気をつけて、無理か、登れると思ったんだけどな、わー必戦だけか、
前線一人やね。もうここは防衛だね。さっきの必戦の前線にいる必戦の人もやれちゃったし、ここは守りに徹しましょう。しっかりとね。どこにもいませんよ。ここもちょっと徹底して潰そうか。めっちゃ動くあいつ。よしナイスナイスナイス。よし、奪われてないことに、奪われてることに気づいてない。よし、やらかしたそこは登るんじゃなく、あれだね、左の方の高台行けばよかったね。さあ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 、防衛防衛よ。取られるよ絶対。あれ、ここをしっかり守れ。逆転負けはマジほんとやめろよ。来るな、防いだ。よし、なんか味方が強かったねうんうん、なんか味方がうん強かった俺何もしてねまあまあ、キルは10キル取れましたし、許してくれますよね、知らんけど。おお、ちょっと上がった。よしよし、結構上がるね腕前。これはちょっと嬉しいぞ。あとはね、まあ、この辺にしようか何しとんねん。まあ、あとはちょっとね、サブのギアの方をね、ボム、爆風ダメージ軽減があと一つで揃えそうなんで、あのね、本当にね、なんだろう、ギアパワー一つ、さっきのなんか、頭の方で一つ埋まってないやつ、あれ一つ埋めるのに30個ぐらいかけら必要みたいで、なかなかね、なんだろう、サーモンとかに行ってるんですけど、なかなかにね、集まらないんですよ。てか、このサブギアのかけらが手に入ることは全くない。ほとんどこればっかだから。まあ、頑張って集めていきたいと思います。それでは、この動画、初めてのガチマッチでしたが、楽しかったです。もうちょっと腕前上げてきます。ありがとうございました。